鳥さん、何なんですか。待ってたんですよ。お願いします。この間のご融資のお話、なんとかなりましたでしょうか。いや、ですから、ね、うちの会社潰れちゃうんですよ。お願いします。いや、ですから無理なものは無理なんですよ。この通り。土下座しても無理ですよ。無理ですか。どこで覚えたんですか、そのボケ方。いや、最初の笑いが欲しかったんですよ。最初にちょっと大きめのやつが欲しいんですよ、私は。お願いしますよ、どうなったんですか。ダメだって言われたって、こっちだってね、会社の命運がかかってんですから。よろしいですか。うちの東京四つ菱銀行もですね。あ、ここ四つ菱だったんですか。社長の会社には今まで散々ご融資をさせていただいて、返済の方も滞っておりましてですね。にもかかわらず、あと2000万貸してくれと。そうなんです。2000万でいいんですよ。無理に決まってるじゃないですか。1000万。いや、500。いや、そんな簡単に言われても。100。いや、100ってね、5万。何なんですか。5万でいいや。5万でいいんですか。5万でいいんですよ。なんで家賃の更新があるんですよ。とにかく結構2ヶ月分ってきついんですよ。いや、頼みますよ。いや、それなんか本当の話なんで。本当の話です。本当の話なんですよ。いやいや、低空飛行で安定してるんですけどね、たまにこういうあるんですよ。いや、お願いしますよ。いや、ね、とにかくうちの銀行では無理ですから、他当たってください。いやいや、他行ったんですよ、今日だって午前中から。そうですか。アコム、竹藤、プロミス、アイフル、レイク、これ全部断られましてね。まあ、それはそうでしょうね。都一の町給与まで断られたんですよ。いや、それはまずいんじゃないんですか。それで仕方なくお宅の四つ菱さんに来た。逆だろお前。なんでそういうとこがダメでうち来るんですか。いや、ハードルの低い方から上がっていこうかなと思います。いや、普通はうちがダメでそういうとこ行くもんですから。なんとかなりませんか。とにかくね、どうしても借りたいんであれば、今まで犯したお金を一旦お返しになってから改めての借金の申し込みだったら分かりますよ。そういった推移もね。自分で言ってること分かりますか。分かってますけども、返せる金があったら借りに来るわけないでしょ。何開き直ってるんですか、あなた。ないから借りに来てるんですよ。とにかくね、銀行ってのは担保でなんぼの世界なんですよ。社長のとこも担保物件になるような不動産ないでしょ。いや、全部あんたのとこ持ってっちゃった。まあ、そういうことですから、失礼させていただきます。いや、ちょっと待ってよ。待ってたんだから、ずっと出てくるまで暗い中寒い中、ちょっと一軒行きましょうよ。いや、一軒ってね、いい店知ってんの。いや、いい店って日高屋って言うんだけど。いや、ラーメン310、ラーメンも食えるしね、ビールが310円。いやいやいや、でね、餃子3つ210円。いや、餃子3つで5杯ぐらい飲めるから。うるせえよだから。